コース上変わりましてマックスライツこの予選ヒート、スターティンググリッドまずはポールシッター橋場かけるアウト側2番手スタートに渡辺カエラ、3番手から八田宗之船橋博之 藤原幸典高潔秀和水留剛伊藤修馬安本拓海板野信孝福井純一奥田昇加藤雅也そして伊佐治秀隆とグリッドが組まれた14台隊列を整えてさあ間もなく誘導ラインに入っていこうというこのマックスライツ14台さあ今ブラックアウトスタートが切られましたが6番手スタートの秀谷が少し遅れたでしょうか、かなりスペースが空いてしまいましたがまずはホールショットを取っていったのはポール橋場そして5コーナーでねじ込んでいった彼らがこれで2番手にはまだ上がれないかさあ強引にタコツボの折り返しここで八田が前に出ますそれでもバックストレートでは橋場がインサイドを奪ってさあ先頭集団早くもこのオープニングラップからポジションの奪い合いが始まりましたなんとかこのオープニングラップリーダーで帰ってきたのは橋場その後ろ3番手スタートの八田3番手では渡辺カレラが帰ってきますが2コーナー八田のインサイドを覗いていくもまだ前には出られない逆に船橋に並ばれてしまっています3番手で彼ら4番手船橋5番手に藤原幸典でしょうかまだ2番手争いがやり合っておりましたが5コーナー立ち上がりここで八田が引きまして彼らが2番手に上がっていきますその間に少しトップ橋田翔がリードを作ってきましたかファーストストラップ49秒121をマークしながら2番手以降との距離をコンマ4秒と少しスペースを作りましたそれでも2番手カエラもこの橋場がマークしているファーストストラップからは100分の2秒遅れというペースともに49秒1というペースさあ
ここはもうワンミスが命取りというようなスペースになっています。橋場と彼ら、そして3番手八田、4番手船橋、5番手藤原というトップ5。ここまでが6番手の水路を大きく引き離しました。1秒4という距離を作っています。そしてそのセカンドグループでも水路の後ろ安本が狙っていましたか。さあそして今最終コーナーで1台イサージでしょうか、イサージ秀隆のマシンが最終コーナーリスタートを切りました。5周終了、6周目残り5周というちょうどこの予選も半分終了となったところで、先頭集団5台、そしてセカンドグループの5台から6台というタッグの中で、このセカンドグループリーダー争い水戸を一旦高潔がかわしましたが、立ち上がりクロスラインで再び水流剛がリーダーをキープ。さあ1コーナーで高潔だな、狙っていこうとノイズを入れていこうとしましたが、ちょっとマシンが暴れたか、逆に後ろ安本にかわされております。から再三このセカンドグループ高潔と安本を中心として非常に激しいバトルが続いています。さあ一方その間に先頭集団ですが、彼らがトップ柱に近づく、さらに4番手も入れ替わっています。船橋をかわして藤原幸典が4番手に上がってきました。前回優勝でプラス3キロのウエイトを搭載している船橋にとってはちょっとやはり重さが気になるのか。さあ ここからトップ橋場を先頭にラストラップに入っていきます。後ろ2番手彼らとのタイムラッパーコンマ2秒、それでも2コーナーの最高速一旦ここで離されてしまっている。3番手には八田、少し間が空いて4番手の藤原、5番手船橋、そしてセカンドグループですが、ここで大きな動きがありました。セカンドグループは高潔がこれで6番手、後ろに福井純一7番手、8番手安本、9番手に安
野くんの後ろに水流強しということで、先ほどまでこのセカンドグループリーダーだった水流が飲み込まれてポジションを落としてしまっています。さあまずは今橋場かけるを先頭にチェッカーが出されていきます。選手と終了、そして高鉄、福井、安本、水流、北野、伊藤、シューマとチェッカー、